チャンネル、ハロー、サスケです。渡りです。家系ラーメンで知ってる？知ってます。というわけでですね、こちら2代目ぶどう家さん行きました、はい、ランチタイム、ご飯無料でおかわり自由なんですよ。しかも最高じゃないですか。最高なのよ。ありがとうございます。ラーメンもうまいね。なので今日対決です。出たよ、ご飯何杯食べれるか対決。相手はナザですもんね。そうですよ。楽勝です、私も食べれますから。はい、食べれなかった方はラーメン食べた後家で、はい、カップラーメン1杯ぶち込んでもらいます。ラーメン食べた後。そうですよ。カップラーメンぶち込む。負けた方ですね、うん、勝てばいいですか。はいはいはい、はい、覚悟あるね。あります。でも勝てますもん。負ける覚悟はあるね。ないです。それは勝つから。あんたありますかって話。すでに勝ってるよって話。行ってみよう。負けないよって。負けないよって。ありがとうございます。はい、来た。じゃんじゃんじゃん。はい、ライトついてます。いかにこのラーメンをうまく使うか。いただきます。いや、うまそう。朝からこのとろみ。うん、これライスに合うわ。もうライスいっちゃう。うん、うまっ。やっぱ朝来たらラーメンでしょ。そうだね。すいません、2口いきません。ご飯でもう一杯いけちゃうか。これは2口ですから。うまっ。何か食べていくか。深夜3時4時に買ってあげて。全然する。すいません、波でお願いします。波でお願いします。さっき来た。どうしました。おじしたしご飯。これ絶対も絶対も絶対も。すいません。ほうれん草のっけ。やべ、水分なっちゃった。やべ、もう終わりっすね。終わり。え、なんで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 。ちょっとずつ食べて。うわ、もう結構お腹いっぱい。わかる、わかる。波でお願いします。はい、はい、お願いします。よいしょ。ライス普通でお願いします。ニンニク爆弾で食欲をそそるニンニク爆弾。正解なんですよね。でも今日大事な日だもんね。何もないです。ニンニクの、で、何ですか。ちっちゃくなってるチャーシューうめえな。うまくね。よし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 。負けるのイメージしてなかった。絶対勝つ。やばい、絶対。無料取っといた価値があるから。出たんです、俺。はい、リードリードリード。負けらんねえなぁ。スープゼロなんだけど。これぶち込んでもらいますね。デカ丸ってあれですよ、力仕事した後のひるくんですよ。見守ろう。かつくどんだけ時間かかってもいいから食べていただきますよ。こういうのですよ。え、なんで喉いっぱいだから。あ、気持ちいい、気持ちだよ。おいしい。頑張れ。応援してるぞ。応援応援応援。あなたが痩せてんだよ。いやいやいや、これ協会のルールだから。オーケー。それではこの動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。それでは渡さん、一言お願いします。飽食の時代、食に感謝しよう。プリッタチャンネル、プリッタチャンネル、プリッタチャンネル、プリッタチャンネル。飽食の家で生活しようかなと思います。おー、いいの、いいの、いいの。この地域、流したのです。流した。おー、待って、これやばい、また補強しよう。新しい風、ニューウィンド。コメントかかったして。
自分が言ってみたいな気がする。